とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー5周やっていきましょう。ちょっとこれは、前に撮影してるやつで、わかんないんだけども、多分、シーズン4ももう終わりじゃないでしょうか。どうだろうね。多分もう終わりだと思う。これを出す頃には。まあ今日も5週頑張っていきましょう。何かいいのが出てきてくれればいいけどね。ちなみに、タワーシーズン5、これもね生放送で攻略していこうと思うので、来れる方は視聴よろしくお願いします。まあ今まで結構順調にね、1,2,3,4 とクリアできてるので、5はどうでしょうか。まあ順を追うごとになんかね、初見は難しく感じるんだけども、5はどうだろう、難しいのか、そして回想は何回までになるのか、それが一番気になるところだね。今回21回までなんで、すごく周回しやすいです。次もまあ20回ぐらいまでにしてほしいな。さすがに30回は長いと感じてる。ではまずは1周目、一発目から何か出てきてくれれば嬉しいです。お、あー、なるほど、クールダウンはない。でもエンチャはね、ポーションバリアが入ってるんで悪くはないんだよね。ポーションバリアなかなかつかないのよ。本当にポーションバリアとクールダウンはもうつかない、二大巨頭だよね。もう全くあれは出にくい。次、豪華自体いらないけどね。いりま、おお、でもエンチャいいね。エンチャいい。これ毒ビルドができる感じのやつになってますけども、まあまあダメだ、クールダウンない。でグレートアックスブレード、もちろんいりませんね。全部いらないや。まあ、とりあえずアイテムもいっぱいいっぱいなんで、これを売りましょう。2周目いってみます。それでは2周目いってみましょうか。今ちなみに昼ですね。朝よりも昼の方が出やすい、昼よりも夕方の方が出やすいっていうのが、まあまあ俺調べであるんだけども、どうでしょう、いいの来てくれるかな。でもね、このシーズン4本当にね、いろんなもの出ましたね。まあそれだけ周回してるんだけどね。多分これシーズン4だけで200周はしてるね。200はしてるよ。さすがにそんぐらい回れば出るわな。で今回はでもユニークがこんだけ来てくれるっていうのは嬉しい。本当にね、ノーマルばっかりの時はノーマルしか出ないからね。まず旧兵いりません。レッドスネーク惜しいね、惜しいね。これね、威力もあって弾もまあ少なくはないぐらい持てるんで悪くないんだよね。でアーティファクトチャージ、バーストボーストリングであって、一番右にねクールダウンショットあれば、まあまあ使えるやつだったかな。惜しい。さあ、輝くローブ。これはね、意外と探してるやつの一つ。もうすでに二つぐらいね、持ってるんだけども、もっといいエンチャを探してるんだ。どうだ？微妙だな。いや、これいらんわ。いらないね。これね、もともとクールダウンついてるから、チャンスなやつなんだけどね。いやー、このエンチャはよろしくないよね。ダメです。まあ、急変持って帰って売りましょうか。3周目、いきます。さあ、どんどん行きましょう。今回は、出るでしょうか。もう少しだからね。まあ、張り切ってやっていかないといけない。できればいいのも欲しいけども、あんまりこう欲を出してると
出ないんだよな。今回はどうでしょうか。特に何も考えずに行ってみるけど。何？あ、あのね、報酬が出る前にラグった時が意外となんかね、来る気がするんだよな。今のもラグったけども、いやー来ないね。ツインボーか。ツインボーはもうすでに持ってるかな、確か。あ、でも251か。クールダウン編成持ってるけど251ではある。いやーダメだな。よろしくない。テレポートも良くないね。やっぱクールダウン、ポーションバリア、その2つ。あとシナジーとかもね、入りにくいよね。別に全部いらない。グレートアクスブレード、これ売りましょう。4周目、登ってきました。一回やられた。あのね、俺、分かった。今回、どこが一番嫌いかが。俺がよく死ぬ場所は、11階です。11階はね、苦手だなぁ。あんまり壁みたいなのもないし、敵も多くてね、一発一発が重いのよ。なんでちょっとミスするとね、すぐやられちゃうんで、あそこ嫌い。他は別にそうでもないんだけどね。11階がどうも苦手っぽいです。まあ今更だけどな。では、4回目、見てみましょう。なんだ？お、ラグったぞ。おし！来た。これ多分来た。ラグって、これは多分来る。あ、ベールも悪くないよ。ベールも、あー、でもクリティカル入って欲しかったな。マルチショットと、テンポセフトいいんだけども、あー、まあまあ、使わんよ。使わんけど。よし。ちょっと待って、一番奥の反逆者から見てみよう。あ、ダメね。ダメダメ。クールダウンがない。じゃ、真ん中。影の衣、俺が一番探してるやつ、どうだ？ダメか。もう影にクールダウン入ってるの俺ね、今まで一度も見たことがない。一回も入手したことないね。いやこれ真ん中にクールダウンだったら最高だったな。雷フォーカスに帯電でしょ。で、クールダウンは良かったんだけどね。まあ、これじゃ使えないな。じゃあこれ、持って行って売ります。ラスト、頑張ろう。それでは、ラストですね。撮影はちょっと前の日にやってるんだけども、おそらく投稿する日が多分これ、チェンジする日じゃない？シーズン5に。なんで、これが最後になるとは思うんで、最後何か、来てほしいな。まあ、こう期待してる時って、なかなか来ないんだろうけどね。まあまあ、とりあえず撮影以外でも回れるんで、まだいいけども、なんかね、最後、見栄えのいいの欲しいです。お願い。お願い。まあ、いまいちか？バーストゲイル、バーストゲイルね。まあ、見てみましょう。ああ。なるほど。まあまあ、出たわな。出たには出たね。もともとロールチャージこれついてんのよ。で、クールダウンショットでしょ？いや、いる？いる？いや、使えるよ。使えるけども、いるか？まあまあ、そうか。今度生放送の時にあの、ね、大放出しようと思ってるんで、配るように、一応、取っときましょうか。最後の最後、まあまあ、使えるけども、俺は使わないかなっていうやつ、出ました。これはちょっと、配ります。はい、5周目。まあ良かったね。
はい、ということで今日もタワー5周やっていきました、最後の最後いいの出ました。いいやつなんだけどね。でも俺はまあ使わないかな。どうしてもあのクールダウンショットの構成がね持ってないよっていう人に配りたいと思います。はい、まあまたちょっと生放送の日にちなんかは、流します。その時はチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。